バトラのバカ、何をぼんやりしてるのよ。これだから無能と言われるのよ。ベアトリーチェ様のお心の痛みが誰よりもわかるわ。バカバトラーがロジックエラーなんて起こすからこんなことに。バカバカバカ。ベアトリーチェ様は怠惰にこの婚儀を見過ごすわけがない。当然よ、ベアトリーチェ様は強欲なお方。自分のおもちゃをみすみす人に譲るわけもないわ。必ずおいでになる。ジュルーリー、披露宴は美味しい料理がいっぱい出そうだね。ああ、私も早く花嫁衣装着たい。素敵な花嫁衣装じゃない。いいわね、こういうの。全然よ、こんなひどいわね。どっちのイベントが真打ちなのよ。まさかベルン、本気でベアトが来ると思ってんの？あんたも知っての通り、バトラの密室は完璧よ。ベアトに勝てる道理なんてないわ。そうでしょ？あんたも聞いてるでしょ？隣部屋の窓は封印を破られてる可能性があるのよ。ドラノールがそれを一応は封じたようだけど、概念否定をしただけで窓を塞いだわけじゃない。また窓から飛び出すわね、片翼のわしとやらが。かけない？ベアトが来るかよ。絶対来るにかける。奇跡的に来るにかける。はあ、成立しないわねこりゃ。裏から見たから知ってるんでしょ、トリック。一応ね。でもエリカが頑張りまくっちゃったからもう私にもさっぱりよ。嘘つき。へえ、あんたはきっともう気づいてるんだわ。あるんでしょ、バトラを救うトリックが。あるわ。でも難しいわ。その手を使うとベアトの心臓の一端がさらされる。そうでしょ。なんだ、わかってるじゃない。ねえ、賭けを変えない？何に？勝つのはベアトかエリカか。あんたがエリカに賭けるって言うならいいわよ。乗るの？お、エリカに賭けるの？勝ち目の根拠は？もしそのトリックがベアトの心臓の一端だと言うなら、ゲームマスターのバトラはそれを晒すのに躊躇する。だから勝てない。おそらく引き分けよ。ケムに巻いてうまく逃げるに決まってるわ。バトラーはベアトを安らかに眠らせると誓ってるのよ。それはベル、甘いわ。彼は今もたった一人密室で戦っておられます。しかしあの密室は自分だけの力では抜けられない。誰かが助けに来なければ抜けられない。あの子が助けに来なければバトラ君は出られないのですね。密室の鍵さえあれば必ずその方法を。お嬢様ならきっと。お嬢様、あなたの人生にはきっと何度も試練があったでしょう。しかしどうかこの試練にだけはお打ち勝ちください。あなたならきっとできます。この炉の目はそれを疑いませんので。
人は愛のために生きるのです。すなわち今日あなた方は生まれてきた意味を、目的を成し遂げた。ああ、生きる力、愛の力のなんと偉大なことか。今日という日の輝きがどうかお二人を永遠に祝福しますように。さあ、愛し合う二人よ、愛の制約を。物言えぬ夫に代わりて、妻は二人を代表して制約を。バトラはエリカを、エリカはバトラを、健やかな日も辞める日も支え合って生きることを誓います。聞こえませんよ、バトラさん。文句があるなら、もっとはっきり大きな声で言ってください。それ以上の文句が終わりでしたら、まずはロジックエラーの密室からお出になってからにしてください。安心して、その日まで永遠に私があなたを支えてあげますから。二人の愛の制約を聞きました。ああ、誓いよ、永遠なれ。さあ、二人は指輪の交換を。身動きできぬ夫の指を、妻はどうか支えてあげて。これがあの女の残した指輪なんですよね。それを私みたいな女に奪われるのってどんな気持ちですか？はい、聞こえません。もう一度お願いします。地獄、もちろん。なんだ、それならご安心を、バトラさん。ここが、そこですよ。では、花嫁、続いて。あなたの指輪を花婿に。すごい指輪ね。彼を永遠に逃がさない。これは枷だわ。ええ、特注ですから。
ず。けど、なあ。そんな。この指輪はあなたの身も心も魂も全てを永遠に閉じ込めます。そしてあなたは永遠に生きた人形、死ぬことも許しません。私に永遠に汚され恥ずかしめられ、私が勝利の美酒の味を忘れるたびに、あなたはその身をもって私にそれを思い出させるのです。なんと何度もね。舌が噛めるなら今のうちにどうぞ。指輪が通ればそれすらもできなくなりますから。なんかしないでください。抵抗しない方が痛くないですよ。ほら、うねって入るようになった。
一番奥まで入れたまま最後の仕上げですよ。これでもうあなたは永遠に私のもの。いいですよ、許してください。エリカ様って言えたらやめてあげます。ほんと、お許しください。エリカ様、生涯を犬として扱われ、首輪につながれて生きることを誓いますから、この指輪だけはお許しくださいって。そう言えたらこの指輪だけは許してあげます。はい、よく聞こえませんよ。許さねえ、絶対てめえを許さねえ。あなたをこんな目に合わせちゃって。違う、ベアトの指輪を怪我したお前を俺は絶対許さねやはりあなたは飼いならせない犬って感じです。でもそこが